はい、皆様こんにちは。神戸町中散歩たかやんでございます。私は今現在ですね、港川公園の方に来ております。こちらの港川公園なんですけども、新開地駅から上の方にね、約10分15分登ってきたところにございます。で、奥の方にね、公園がありまして、いろんなね、遊ぶ遊具などがございますね。でね、左の奥の方には芝生公園などがありましてね、割と大きな公園でございます。今回のテーマといたしましては、夜遅くまで営業している新開地のね、町中華へ行ってみたということで、結構ね、安くてびっくりしたということで、行きたいと思います。それではね、目的のお店の方に行ってみたいと思います。それでは元気よく参りましょうか。はい、はい、そうしましたらね、新開地商店街の方をね、下へ降りてまいりましょうか。まず右手に見えてまいりましたのが、お蕎麦屋さんですね。お昼時過ぎたんでね、今お店を閉めているような状況ですね。で、さらに下降りていきましたら、さらにね、右手の方に、かわいいワンちゃんと一緒に、ご飯を食べれるようなカフェがありますね。で、反対が左にはね、そういうね、まあワンちゃんの美容院がございますね。ね、ワンちゃんの美容院とご飯でね、完璧ですよね。はい。ではね、さらに下へ降りていきましょうか。でね、左の方ね、今度はお蕎麦屋さんとね、が見えてまいります。そのね、反対側に目的のお店ございまして、こちらね、重福と呼びます。お昼11時から夜のね、11時まで営業している、中華料理屋さん、町中華ですね。で、店の前にこのようにね、メニューの看板がたくさんね、ございますね。もう色あせてるぐらいね、ずっと置いてるような感じですね。それでは中の方に入ってまいりましょうか。でね、入ってまいりましたらね、こちらの QR コードを読み込んでいただきましたらね、こちらのメニューが見ることができます。かなりね、たくさんのメニューございます。でね、入りましたらすぐにね、ちょっとこじんまりしたテーブルの方に入ります。こういうね、調味料入れがあったりとか、シックなね、テーブルがありまして、中はね、ホールの方はテーブル席が3つと、あとね、小上がりが、ありまして、小上がりとかテーブルがね、2つあります。で、今回注文いたしましたのがですね、ラーメン定食、こちらね、650円でございます。でね、ラーメンの方と、あと、焼き飯ですね。で、普通のね、ラーメンの方は普通のね、中華そばという感じですね。で、チャーシュー厚めで5ミリほどありました。で、チャーハンはね、ふわパラで、塩味でね、あっさりして美味しかったですね。で、中身は卵とチャーシュー、ネギなどが入ってございました。これでね、結構ね、あっさりと美味しかったですね。で、スープの方はすっきりとね、醤油味で、非常にね、昔ながらの、中華そばっていう感じでしたね。でね、これラーメンだけだとね、400円なんですよね。めっちゃ安いですよね。で、胡椒をかけようとして勢いがついたもんだから、あっちゃー、やってしまったーって感じですよね。胡椒をね、一振りしたら反対のテーブルまで飛んでっちゃったっていうね。でね、チャーハンをね、何が入ってんのかなって見ながら食べててね、なんか行儀悪いですよね。はい。でね、次に、別の日にですね、ワンタン麺をね、食べたんですね。で、こちらがね、ワンタン麺定食で750円、ラーメン定食にね、ワンタンが入って100円だけね、お値段が上がるだけでございます。でね、このワンタンもしっかりね、大きなワンタン入ってましたね。確か4つぐらい入ってたかな。で、中にね、しっかりお肉が入ってまして、食べ応えがございました。非常にね、美味しかったですよね。で、ついでにね、この、大好きなね、麻婆豆腐も注文しました。こちらね、500円で、玉ねぎとかね、あとひき肉とか一緒入ってましたね。で、ニンニクはね、ガツンと効いてね、とっても美味しい麻婆豆腐でしたね。で、味噌はね、若干甘めでね、辛さは控えめの麻婆豆腐でしたね。麻婆豆腐とチャーハンをね、なんか取り合わせ悪いような感じもしますけどもね、食べております。でね、今テレビの音が結構うるさいですけども、目の前にね、テレビがあるんでね。はい。で、最後まで美味しくいただきました、ごちそうさまでした、ということで、で別日にね、今度はね、酢豚定食、中華といえば酢豚っていう感じでね、
酢豚定食をいただくことにいたしました。こちらがね、酢豚定食680円でございます。結構ね、お肉がしっかり入ってますよね。はい、でこちらがね、酢豚ですね。割とね、野菜がちょっと少ないんですけどもね、お肉がたっぷり入ってますよね。美味しそうでしょう。でね、サラダの方なんですけども、こちらがね、大根と白菜とあとキュウリですかね、入ってました。醤油っぽいね、ドレッシングのようなものかかっておりましたね。ちょっとピンボケしてますね、すいません。でね、あと、これな、なんかなと思ったらお豆腐でしたね。で、中華風のね、お醤油がかかって、若干ね、甘めのお醤油かかってましたね。はい、でね、次にね、おすまし、卵スープですね。あっさりしたね、おすましみたいなね、卵スープでね、こちらも、ね、非常に美味しかったですね。でね、ご飯もね、たっぷり入ってましてね、もうお腹いっぱいになりましたね。でね、こちらの、酢豚定食の他にですね、今回は奥の方にね、もう映ってますけれども、焼き餃子を頼みました。焼き餃子6個入りで300円ですね。こちらも割と安いですよね。はい、しっかり焦げ目がついてね、羽がついてとっても美味しかったですね。ただ肉肉しい感じ、ちょっとね、感じなかったかなっていう感じですかね。でこれね、餃子のタレはもうね、お供え付けてありますんで、餃子のタレを入れまして、あとね、ラー油を足して餃子のね、漬けダレを作ります。非常にね、あっさりした餃子でね、美味しかったですね。で、餃子を食べようとしてね、サラダに行くっていうね、とってもね、迷い橋っていう行儀の悪い食べ方してますけどもね。はい、でごちそうさまでした。ということで、こちらのね、寿福さんのね方は終わりたいと思います。またね、こちらの動画、今回良かったと思っていただきましたら、高評価、チャンネル登録、あとね、コメントなどでね、いろんなことをまたお知らせしてください。それではね、また、皆さんね、お会いするまでさようなら。